はい、どうも皆さん、お元気でしょうか。ビーズではね、今日もね、アッパンマチャンジやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということですね、今日は日勤でございました。時刻はですね、ちょっと遅くてね、今夜のね、11時頃でございますね。今日はワンダも使ったからね、まあしょうがないですけど。そうでね、膝がね、痛くて、今日結局日に日に痛いですよ。今日が一番痛かったんだけど、代わりね、本当に階段の上り下りは大丈夫なんだよ。だけど普通に歩くのはきつくて、で帰り自分のね最寄り駅降りて歩いたんだよ。そしたらさ、全然気づかなかったんだけど、全然痛くないの。そう、すごい痛くなくて、えと思って、でそのままずっと歩いて帰ってきたんだけど、今もねあんまり、まあちょっと痛いんだけど痛くないです。でね、昨日かアマゾンで膝のねサポーターを買って、今それをねつけてるんですけど、そのあんま効果そんなに感じないかなっていう感じです。まあね、またね多分痛くなるんで、明日にでもつけたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ脱いでて写真撮ります。ちょっと喉がね、ラーメン食ったからちょっと麺が喉にある。はい、緊張だったんでね、明日ね朝起きてからしたいと思います。今日も一日頑張りましょう。バイ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 。